る。あ、右キック、なんか変に跳ねて、うん、なんか右にキックしたね。今何ヤード何番ですか？240近くをスプーンです。おお、めっちゃ長い。ここのミドルすごいね。結構長い。長いですね。正面の木がこれ右だ。そうですね。残りは220あって、さらにアゲンストなので、スリーオン狙いで、はい、ショートさんだからできそうな。めっちゃフックボール出します。おおうまいナイスナイスボールです。ナイスボール、おーナイスオンです。ナイスです。80ヤード、はい、何度ですか？48でいきます。48だ。ちょっと早い感じ、なんかタイミングがね、うん、ちょっと気持ちがいってるね。出ちゃった。出た気持ち出ちゃった今。そうだね、ゆったり感がなかったね。あの内側につけてみたいなこと考えたら、うん、出たね。あっちゃー。さあさあさあ、このここは大事な、お互い大事なパターです。ここを取れたら結構でかいです。どっちが取るか。切れなかった？さあ、これは塩とさんチャンスです。フックのように見えるけど、スライスのようです。外さないぐらいでいいと思う。左縁か、はい、残りで、はい、惜しい。負けです。ミニドッグのパーフォーリーでも、ちょっと林に入っちゃったかな。ちょっと苦手なレイアウトです。そうですね、うん、木に向かって打ちます。はい、木に向かって、うん、普通の人ならちょっとかなりの勇気のいるショットですけども。おー、ナイ
スです。木に向かって行きました。本当にもう自殺行為ですなんとかショットは保ててるので、いや全部ショットはすごいです。ショットさん安定やっぱしてますね今日も。ただ風の影響だけって感じ。そう、それで流されちゃったりとかでちょっと読みがまだ甘いのかな、うんいいショットでしたね。いいショットでしたね。文句なしですね。林探しに行きましょう。はい、耐える。耐えましょう。ただただミスをしたら耐える。はい。へこまない。へこまないね。諦めない。はい。寒さに勝つ。さあ、一段目林。右の林に行ってしまいましたが。6番アイアンを持っています。残りは160ヤード。どんな風に、下は土です。うまい、マジ乗ったわこれ。あーもうちょいか。ナイス。まずまずですね。今のはどうやって打ったんですか。今のは、はい、木があって、うん、高さを出したくなかったから、はい、今6番アイアンを持ったんですけど、はい、ボールを右足寄りに置いて、はい、でフォローを取っちゃうと球が上がっちゃうから、うん、なるべく打って終わり、パンチショットみたいな感じで打って低い球を打ちました。はい、聞いてる聞いてるやめてよもうはいとかありがとうございます。はいはい、ここはちょっと乗せておきたいですね。ナイスナイスオンです。ナイスオンです。いい音、ね、ちょっと弱かったんですかね。そう、多分クラブも合ってるし、うん、これを一番で大きくしてしまうと、はい、多分もうピンハイに落ちてしまうので、これで、うん、で当たりも悪くなかったので、うん、これは仕方がないかなと、ね、はい、ナイスオンです。はい、ありがとうございます。いい音だったちゃんと当たった、はい。落とし場所まで30ぐらい。なるほど。で、あとは打声で、はい、イメージを膨らまして打ちます。いい、これはいいよ。あれれれ、風に乗ったんじゃない。抜けたね今。フォローだよ ね。いや今めっちゃ完璧と思ったよ、風なければ。しかも上に着きましたピンチ、ピンチです。バーディーパットです。おー、届け、届け、届け。おー、でもナイスです。傾斜がめっちゃきついです。次のパーパットとあんまりストレスがなさそうですね。でも傾斜きついので、はい、あの1ヤードの距離でも、うん、
パーでーす。リザちゃん取られましたね。はい、一つ取られました。まあでもまあ入らないかなっていう感じです。そうですね、うん、ここからだと思います。はい、風で右に。アドレナリンも出ましたね。飛んでましたね。風を突き抜けました、ね。でも今ちゃんとしっかり当たってる。うん、ナイスショットでした。風で風で行かない。あれで。今度は風がなんかどうなってんだ。やべ。はい。多分ね、私の見解、自分の見解は、うん、風が吹いてるから、うん、タイミングもちょっとずれてきて、うん、でちょっと力も入ってて、うん、風と仲良くなれてない感じ。なるほど。わざと喧嘩させて、うん、どうにかさせようみたいな。はいはい。ちょっと難しく考えてる感が。なるほどね、ありますね。今じゃあちょっと風に当ててってみたいな。そうだね、打ち方をやりすぎちゃった感じ、うん、まあ左から吹いてたからそうだね、風がね、まあ見せ場です。まあ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 、ここからまあ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 、やっぱね、リサちゃん落ち着いてますね。今147をアゲンスト、なので150ちょっとを6番でしっかり打ったつもりなんですけど、何だろう、ちょっと風に乗ったか、本当にちょっとしっかり芯食ってアドレナリン出たか。でもなんか戻り、ボール戻りそうでそのままちょっと抜けちゃった感じですよね。やっぱり風に乗っちゃったかもしれないけども、まあちょっとのオーバーなので。で、うん、で今しっかり当たったので、はい、あまりミスは気にしていません。はい、のつもりです。いや、ナイスボールでした。はい、はい、ありがとう。あと6、7、8、9、4ホールか、はい、で、なんだろう、ね、できる限り、ね、長く回れるようにいただきます。おほほほほほほ、結構顎です。うまし。あーすが。おおおー、ナイスオン。顎にも負けぬロブショット的な。私もね、リサちゃんのそのさ、左にスパーンって抜くやつ、うん、真似してるんだ実は。嘘。そう。どう？いい。いいよね。純ちゃんバンカーうまいもんね。軽くなった。ああ、打ってる感じが。そう。砂を持ってってる感じじゃないよ、ね。そう。前は結構返さずになんつーの、うんうん、押してたって感じだったんだけど、まあそれでも全然打ててたけど、はい、返すことに、返すっていうかなんつーの、抜くのをもっとするようにしたの。なるほど。リサちゃんのように。うんうん、そしたらめっちゃ抜ける。いいのよ、あれがまたなんかかっこいいのよ。いいね、見て盗むっていうのは。そうです。すごく大事なんです。すごく大事。こっちかちょっと下ってるんですか。うん、ちょっと下ってて、うん、グリーン直接乗せるともうパーッといっちゃうらしいので、うんうん、はい、ちょっとワンクッション入れたいと思ってます。はい、ただちょっと、うん、あのライが坂目に、うん、あーちょっと嫌な感じですね。芝に負けないように打てるかな。しっかり緩まないで、うん、緩まないですね。
ナイソンです。ナイソンです。はい、ここは大事なカター対決となりました。お互い2オン、どちらがワンパットで入れられるか。入れたい気持ちは強いです。入れたい気持ちは強いです。きっとさあ、まだリサちゃんから。これが入ったらでかい、これが入ったらでかい。ヒヒヒヒって聞こえたけど。これが入ったらでかかった。ちょっとこっからでも下方がいい。いやー、そうですね。なんだろう、運んだけどね、気持ちはね、ボール運んでたよね。スッとね。カップちょっとこっからでも外した方がいいですか？ね、そうですね。外してください。はい。ナイスパーでーす。イーブンに戻りましたか？今イーブンですか？イーブンですね。はい、はい、お、ちょっと寒さがちょっと今ので私は和らぎましたけど。今のでちょっと興奮してきました。はい、何があるかわからない。